父さん遅いな。今日帰るってギルドから連絡があったのに。シェラネーは修行で王国一周旅行してるし。ああ、つまんない。ご飯の前にもう一度、防術の練習でもしよっかな。おい、今帰ったぞ。お父さん！ただいま、エステル。いい子で留守番していたか？ふふん、当たり前よ。父さんの方も何もなかった？魔獣と戦って怪我してない？おう、ピンピンしてるぞ。それよりエステル、実はお前にお土産があるんだ。え、本当？釣り竿？スニーカー？それとも防術の道具とか？育て方間違っちまったかな。お前ね、女の子だったら服とかアクセサリーじゃないか？綺麗な服は好きだけど、すぐに汚しちゃうんだもん。アクセサリーも遊んでて壊したら嫌だし。それより伊藤さん、その大きな毛布どうしたの？ひょっとして、それがお土産？お、鋭いな。よっと。ま、こういうわけだ。割とハンサムな坊主だろ。なんなのこの子。大きな声を出すなって起こしちまうじゃないか。起きちゃうって、この子生きてるの？なんかぐったりしてるけど。手当ては済ませたから、もう命の危険はないはずだ。だがとりあえず、休ませる必要はありそうだな。ベッドに運ぶから、エステルはお湯を沸かしてくれ。ラジャー。よく寝てる。この子、私と同じくらいの歳だよね。こんな真っ黒の髪、私初めて見るかも。確かに見事な黒髪だな。ちなみに瞳はアンバーだぞ。それはともかく、そろそろ話してもらおうか。行く。この子、誰なの？なんで怪我してるの？どうして父さんがうちまで連れてきたの？ひょっとして隠し子？お母さんを裏切ってたの？どこでそういう言葉を仕入れてくるんだか。って、シェラザードに決まってるか。うん、そう。まったくあの耳どし豆。この子は、父さんも仕事関係で知り合ったばかりなんだ。まだ名前も知らなかったりする。仕事って遊撃士の？まあな。おっと、え、目を覚ますぞ。ボズ、目を覚ましたか。ここは俺の家だ。とりあえず安心していいぞ。どういうつもりです？正気とは思えない。どうして放っておいてくれなかったんだ？どうしてって言われてもな。いわゆる、成り行きってやつ？
ふざけないで。カシウス・ブライト、あなたは自分が何をしてるのか。こら、怪我人のくせに大声出したりしないの。怪我に響くでしょ。誰？エステルよ、エステル・ブライト。俺の娘だよ。お前さんと同じくらいの娘がいるって話しただろう。そういえば。って、そんな話をしてるんじゃ。あた！大きな声を出さない。わかったよ。でも、君の行動の方が余計に怪我に響くんじゃ。なんか言った？だから、怪我を悪化させる。なんか言った？なんでもないです。ま、この家の中では、エステルに逆らわん方がいい。本気で怒らせたら、俺もかなわんくらいだからな。そうみたいですね。ところであんた、なんか忘れてることない？ん？名前よ、名前。私もさっき言ったでしょ？こっちだけが知らないのって悔しいし、不公平じゃない。お。ま、道理だな。今さら隠しても仕方あるまい。不便だし、聞かせてもらおうか。わかりました。僕は。Thank you.
まぶしい。よく寝たー。今朝の当番は父さんだったっけ？それじゃあ、ヨシアはまだ寝てるのかな？起きてるみたいね。よーし、私も早く支度しよっと。やるじゃない、ヨシュア。おはよう、エステル。ごめん、もしかして起こしちゃった？ううん、ちょうど起きたところよ。でもヨシュアってば、朝っぱらからキザなんだから。いやお姉さん、思わず聞き惚れちゃったわ。何がお姉さんだか、僕と同い年のくせにさ。ちっちっち、甘いわね。同い年でもこの家では私の方が先輩なんだから。言うなれば姉弟子ってやつ。はいはい、よかったね。あー、なんか投げやり。でもほんといい曲よね。明るいんだけどどこか切なくて。他の曲も好きだけど、やっぱりその曲が一番好きかな。あれ、なんて名前だったっけ？星のアリカだよ。そうそう、星のアリカ。ああ、私もハーモニカうまく吹けたらいいんだけどな。簡単そうに見えて、これが結構難しいのよね。君がやってる棒術と比べたらはるかに簡単だと思うけど、要は集中力の問題だと思うよ。全身を使わない作業ってなんだか眠くなってくるのよね。ヨシアもハーモニカもいいけど、もっとアクティブに行動しなくちゃ。ヨシアの趣味ってあとは読書と武器の手入れくらいでしょ？今時インドアばっかりじゃ女の子のハートはつかめないわよ。悪かったね、受けが悪くて。そういう君こそ趣味に偏りがあると思うけど、釣りとか虫捕りとかスポーツシューズ集めとか。いいじゃん、好きなんだもん。っていうか虫捕りなんかとっくの昔に卒業したってば。本当かな。おい、エステル、ヨシュア。あ、父さん、おはよう。おはよう、父さん。朝食の用意、もうできたんだ。ああ、バッチリだぞ。二人とも冷めないうちにとっとと降りてこい。了解。すぐに行くよ。ごちそうさま。お腹いっぱいになっちゃった。朝からよく食べるな。いいじゃん、食う子と寝る子はよく育つよ。まあ、しっかり食ってせいぜい気合を入れるんだな。お前たち今日はギルドで研修の仕上げがあるんだろう？うん、今までのおさらいだけどね。それが終われば私たちも父さんと同じブレイサーよ。もう子供扱いさせないんだから。ふん、まだまだ青いな。最初になれるのは準遊撃士、つまり見習いに過ぎ。一人前になりたかったら早く正遊撃士になることだな。
むむ、上等じゃない。見てなさいよ、いっぱい功績をあげまくって父さんを追い越してやるんだから。やれるもんならやってみろ。何張り合ってるんだか。エステル、油断は禁物だよ。今日は最後に試験だってあるんだからね。え？試験って何？まさか覚えてないとか言わないよね。研修が身についているかどうか確認するためのテストだよ。合格できなかったら補習だってシェラさんが言ってたじゃないか。やっぱ完璧に忘れてたわ。そういえばシェラ姉がそんなこと言ってたような気も。まあでもなんとかなるって。はあ、君って子はのんきというかそそっかしいというか。まったくもって嘆かわしい。この楽天的な性格は一体誰に似たもんだろうな。失礼ね、父さんほどじゃないってば。まったく似たもの親子だな。まあいいや、エステル、そろそろ町に行こう。ギルドでシェラさんが待ってるよ。うん、わかった。シェラ姉を待たせると怖いもんね。あ、そうだ父さん、今夜の食事当番私だけど何か食べたいものでもある？リクエスト受け付けとくよ。うん、食べたいものか。ルーアン風魚の蒸し焼きバルサミコ酢風味なんてどうだ？何それ？それはエステルにはちょっと無理だと思うけど。うん、行ってみただけだ。いつもと同じ魚のフライかオムレツでいいさ。無理をしないで食えるものだけ作ってくれ。失礼な親父ね。反論できないのが悔しいけど。ああ、その代わり頼みがある。雑貨屋でリベール通信というニュース紙を買ってきてくれ。今日最新号が入荷するはずだ。わかった、雑貨屋でリベール通信ね。残ったら小遣いにしていいぞ。ただし無駄遣いはするなよ。やった、ありがとう。それじゃあ父さん行ってくるよ。おう、しっかりやれよ。シェラザードによろしくな。そういえば父さん、今日はギルドに行かなくていいの？ここ数日ろくに行ってないじゃない。たまった書類の整理があってな。何、お前が心配することはない。クビにならん程度には働いているさ。いまいち信用できないな。ギルドに行かなくていいのか？シラザードが待ってるんだろ。
エステル、町は反対方向だよ。ひょっとしてまだ寝ぼけてる？うるさいわね。ちょっとしたお茶目じゃない。ちょうどいい時間だね。早すぎもせず遅すぎもしないってとこかな。うん、教会の日曜学校を卒業したばっかりなのに、ブレイサーになるためにこんなに勉強させられるなんて夢にも思わなかったよ。それも今日が最後じゃないか。好きで志望したんだからこのくらいは苦労して当然だよ。それもそっか。よし、最後くらい気合を入れてシェラ姉のしごきに耐えるぞ。気合入ったみたいだね。それじゃあすぐそこにあるブレイサーギルドに入ろうか。
Thank you.
Thank you.
エステル、もうすぐ研修の時間だよ。早くギルドに行こう。仕方ないな。Thank you.
ここは管制塔の入り口だね。照明装置と搭乗用ブリッジはここで制御しているみたいだ。ここは関係者以外立ち入り禁止みたいだね。入るなって言われると余計に入りたくなるわね。よしわ。アイナさん、おはよう。おはようございます。知らねえ、もう来てる？ええ、2階で待ってるわ。今日の研修が終われば晴れてブレイサーの仲間入りね。二人とも頑張って。うん、ありがとう。頑張ります。今日の研修が終わればいよいよブレイサーの仲間入りね。2階の部屋でシェラザードが待ってるわ。頑張ってね。星と吊るし人、忍者と魔術師、そして逆位置の運命の輪。これは難しいわね。どう読み解いたらいいのか。シェラネ、おはよう。あら、エステル、ヨシア、珍しいわね、こんな早くに来るなんて。最後の研修くらいはね。とっとと終わらせてブレイサーになってやるんだから。ああ、いつも意気込みはいいんだけど。ま、その心意気に応えて今日のまとめは厳しくいくからね。覚悟しときなさい。そんな。おだまり。毎回毎回教えたことを次々と忘れてくれちゃって、そのザルみたいな脳みそからこぼれ落ちないようにするためよ。ヨシュア、シェラ姉がいじめるよ。大丈夫ですよ、シェラさん。エステルって勉強が嫌いで予習復習もめったにやらないけど、ついでにむやみと人よしで余計なおせっかいが大好きだけど、勘の良さはピカイチだからオーブメントも実践で覚えます。はあ、こうなったらそれに期待するしかないわね。ちょっとヨシア、なんか全然フォローしてるように聞こえないんですけど。心外だな、君の美点を正直に言ったのに。まったくもう。ところで知らねえ、タロットで何を占ってたの？なんだか難しい顔してたけど。ああ、これね。近い将来身の回りで起こることを漠然と占ってみたんだけど、ちょっと調子が悪いみたい。読み解くことができなかったわ。読み解くことができない？
へえ、そんなことってあるんですか？あまりに意味深な形になると逆に解釈に困ることがあるのよね。まあそれはいいわ。最後の研修を始めるわよ。今まで習ったことを一通りおさらいするわよ。ブレーサーとして活動するのに必要な最低限の常識だからね。特にエステル、ちゃんと聞いておきなさい。ウィース。何について知りたいの？動力と呼ばれるエネルギーで動く機械仕掛けのユニットがオーブメントよ。セプチウムを加工したクォーツが中に組み込まれていて、その気候に応じて様々な現象を引き起こすことができるわ。最初に発明されてから50年くらいしか経っていないけど、今では照明、暖房などの日用品から兵器、魔法、飛行船まであらゆるものにオーブメントの力が利用されているのよね。ちなみにこの技術革新は一般的に動力革命と呼ばれているわ。何について知りたいの？ブレーサーというのは地域の平和と民間人の保護のために働く調査と戦闘のスペシャリストよ。魔獣退治や犯罪の防止だけでなく、荷物の護衛から落とし物の捜索まで様々な形で地域に貢献する仕事ね。各地の遊撃士たちを束ねているのが大陸全土に支部を持つブレイサーギルドよ。何について知りたいの？私たちの住むこのリベールはゼムリア大陸の西部に位置する豊かな自然と伝統に育まれた王国よ。大陸でも有数のセプチウムの産地で、それを利用したオーブメントの開発でも高度な技術を誇っているわ。リベールにとってオーブメント技術は周辺の大国と渡り合いながら独立を守っていくための重要な柱ね。10年前、エレボニア帝国に侵略された時も、最後に王国を救ったのは、オーバルエンジンで空を駆ける飛行船を利用した作戦だったわ。まあ、帝国とは今も微妙な関係だけど、アリシア女王陛下の優れた政治手腕もあって、今のリベールは、おおむね平和と言えるわね。何について知りたいの？さてと、復習はこのくらいで勘弁してあげるか。今日はやることが山ほどあるんだから、とっとと実地研修に進むわよ。ねえ、知らねえ、実地研修って今までの研修と何が違うの？実地っていうのは現場を体験してもらうってことよ。これから二人には遊撃士の仕事に必要なことを一通りやってもらうわ。それってつまり机でお勉強じゃないってこと？ええ、もちろん違うわよ。あちこちに出かけて行って実際に体を動かしてもらうわ。たっぷり汗かいてもらうつもりだから楽しみにしてなさい。動かせるんなら今までの研修よりずっと楽よ。もう心配して損しちゃった。なんだか急に元気になったね。その笑顔が最後まで続くといいんだけど。さてと、最初の実地研修に行きましょうか。うん。最初の研修は仕事内容の確認よ。その前にまず二人に渡すものがあるわ。アイナ、もう用意できてる？ええ、いいわよ。じゃ、二人とももらってきなさい。ほら、ボケっとしてないで、早くもらってきなさい。大切なものだから、なくさないようにね。それはブレーサー手帳といって、仕事の記録を残すための公式な手帳よ。
どんな話を聞いたのか、どこで何を見つけたのか、些細な出来事が手がかりになることも多いわ。細かいことでも必ず記録を残すようにね。わかりました。ちょっと面倒かも。あら、気のせいかしら。返事が一つしか聞こえなかったけど。記録を残すことはブレイさんの大事な義務よ。面倒くさがらずしっかりやりなさい。はーい、わかりました。うん、わかればよろしい。じゃ、実際にやってもらうわよ。出口の方を見て。掲示板があるでしょ。掲示板のところまで行って仕事の内容を確認してきなさい。ほら、ボケっとしてないで、早く仕事の内容を確認してきなさい。確認できたみたいじゃない。掲示板のチェックはブレーサーにとって基本中の基本。緊急の仕事がないかどうか常に確認しとくのも大事な義務よ。義務ばっかりで聞いてるだけでも息苦しいわね。確かに規則は多いけど、それだけの責任がある仕事だからね。いい加減な気持ちでいたらとても務まらないと思うよ。うん、そうだよね。もっと気合い入れていかなきゃ。ちょっとは気持ちが切り替わったかしら。うん、もうバッチリ。じゃあその気合が抜けないうちにさっさと次の研修に行くわよ。今度はどんな内容ですか？お向かいにあるメルダースさんの工房に行って、工房の利用法について勉強するわ。わざわざ営業中に時間を取ってもらってるんだから、失礼のないようにね。はーい。ここでは工房の利用法を勉強するわ。工房ではオーバルアーツを使うための専用のオーブメントを改造したり、支援用のクォーツを合成したりできるの。アーツには多彩な効果があるから、使いこなせるようになればいろいろと便利よ。ブレーサー家業っていうのは危険と隣り合わせの職業だから、工房とも長いお付き合いになるわ。私が説明できることはこれくらいね。技術的な説明は専門家にお任せするわ。というわけでメルダースさん、あとはよろしく。おう、任しとけ。で、何を知れてんだ？オーブメントとは、クォーツをセットすることでいろんな効果を発揮する機械のことだ。その定義からすりゃ、照明や飛行船のエンジンなんかもみんなオーブメントなわけだが、ここでいうオーブメントは身体能力を高め、魔法を使えるようにする戦術オーブメントってやつのことだ。こいつは個人の適性に合わせて完璧に調整された一品物だから、持ち主によって構造が異なるぜ。具体的には属性限定のスロットやスロットを結ぶラインの形が違うんだが、ま、今は難しい話はよしておくとするぜ。クォーツをセットするときは、まず
スロットを開封しなきゃならない。中央のスロットは最初から空いてるが、残りは工房で開封してもらう必要がある。開封にはセピスがいるから注意してくれ。魔法を使うのに必要な EP の上限は開封されたスロット数に応じて増加するからな。積極的に穴を開けていった方が利口だぜ。で、何を知れてんだ？まあ平たく言うと、専用の戦術オーブメントを使って発動することのできる魔法のことだ。オーブメントの中に蓄えられた動力と呼ばれるエネルギーで、いろいろとおかしな現象を起こすわけだな。オーバルアーツじゃ舌感じまうから、みんなアーツアーツって呼びやがる。たく、鼻からそう呼べってんで。アーツにはいろんな種類があるんだが、使えるようにするにはまず工房でクオーツってのを合成するんだ。そのクオーツをオーブメントのスロットにセットすると、アーツが使えるようになるってからくりだ。使えるアーツの種類はセットしたクオーツの属性値の組み合わせによって変わるぜ。水のアーツが使いたいなら、水の属性値を持つクオーツをセットすればいいってわけだ。まあ正直なところ、本当はもっと複雑なんだが、差し当たりこれぐらいで十分だろ。で、何を知れてんだ？クオーツってのはセピスから作られた回路のことだ。所有者の能力を引き上げると同時に、様々なアーツを使用できるようにするという、本当にいろんな効果を持ってやがる。クオーツはオーブメントのスロットにセットして初めて効果を発揮するが、スロットによってはセットできるクオーツの属性が限定されていることもある。新しいクオーツを合成するときは、あらかじめどこにセットするかオーブメントを見て決めておけよ。で、何を知れてんだ？セピスってのは魔獣が落とすセプチウムのかけらのことだ。色と属性に応じて地、水、火、風、地、空、元って具合に7種類に分かれていやがるんだ。街ん中なら大抵のとこでセピスは通貨のミラに換金できるんだが、工房ではこれを使って支援効果のあるクオーツを合成したり、それをセットするスロットを開封したりできるぜ。で、何を知れてんだ？セピスってのは魔獣の色と属性に応じて地、街ん中なら大工房ではこれを使って支援効果のあるで、何をし、もう質問はないみたいね。なら次は実際に工房を利用してもらうわよ。そのためにはまずセピスが必要ね。それだけあればいくつかのクオーツを合成できるわ。まず自分のオーブメントに合う属性のクオーツを作ってみなさい。エステルはどんな属性でも OK だけど、ヨシュアは時属性でないとダメよ。本当なら商店ではセピスの換金もできるんだけど、研修の都合上今は利用できないからね。クオーツを合成してみなさい。エステルはどんな属性でも OK。 ヨシアは時の属性でないとセットできないから注意して。
合成できたみたいね。じゃあ次は使えるアーツを増やしてみるわよ。オーグメントにクォーツをセットして回復と攻撃の魔法が使える状態にしなさい。回復と攻撃の圧を両方とも用意できたみたいね。そうやって2人でバランスよく圧を使い分けると戦いやすいわよ。ちなみにどのクォーツをセットするとどんな圧が使えるようになるかはブレーサー手帳に載っているわ。より強力な圧が使いたいんだったら手帳の圧表やクォーツ表を見て自分なりに工夫してみるといいわ。そろそろ工房での研修も終わりに近づいてきたわね。最後にやってもらうのは新しいスロットの開封よ。スロットの数が増えればそれだけ選択の幅も広がるわ。アーツで消費する EP 値の上限も開いているスロット数で決まるから早めに開封していった方が何かと有利よ。じゃあこのセピスを使って実際にスロットを開封してみなさい。どっちのスロットを開封するのかはあなたたち二人で決めるといいわ。工房メニューの中からスロットを選べば新しいスロットの開封ができるわよ。エステルとヨシュアのどちらのスロットを開封するかは自分たちで決めなさい。エステルのスロットを開封したのね。エステルは中央スロットの属性がフリーだから何かと使い勝手がいいわよ。これで一通り工房での研修は終わりよ。さーて次はいよいよお待ちかねの認定試験ね。
試験って、何それ？まさか本気で忘れたの？今朝も話したばっかりじゃない。あ、そういえば聞いたような聞いてないような。はあ、ほんと期待を裏切らない子ね。まあいいわ、とにかく試験場に行くわよ。え、もう？ちょっと待って、まだ心の準備が。ほら、キリキリ歩きなさい。よしゃ、お助け。メルダースさん、フライデーさん、いろいろとありがとうございました。おう、試験頑張れよ。しっかりね。こら、よしゃ、覚えてなさいよ。ようやく研修も大詰めね。これから二人に認定試験を受けてもらうわ。今までの研修の成果が発揮されることを期待してるからね。はい。エステル、どうしたの？ねえ、知らねえ。何？もしかして試験ってペーパーテストじゃないの？は？エステル、あんたさっき掲示板を見たでしょ？見たけど。メモまで取らせたのに覚えてないの？地下水路の捜索をするって書いてあったと思うんだけど、あれが最終試験よ。あ、よかった。あ、エイド様、地下水路を作ってくださった情け深いお心に感謝を捧げます。ひょっとして筆記試験だと思ってたの？だから工房であんなに騒いでたのか。懐かしいわね。今となってはいい思い出だわ。はぁ、本当に僕たちちゃんと卒業できるのかな。何よ、失礼しちゃうわね。はいはい、二人とも、おしゃべりはそこまで。試験前なんだからもっと緊張感を持ちなさい。試験に落第したらきつい補習を受けてもらうわよ。大丈夫だってば。さ、早く試験しちゃいましょう。ま、自信があるなら結果で証明してもらいましょうか。さて、掲示板にもあった通り、試験の課題は地下水路内の捜索よ。捜索対象はどこかにある宝箱の中身で、それを回収することが目的になるわ。水路の構造はすごく単純だから迷う心配はないと思うけど、本物の魔獣がうろうろしているから、油断してると痛い目に遭うからね。そこで二人にはこれを渡しておくわ。この手帳は？それは魔獣手帳といって、戦った相手の情報を記録する手帳よ。敵の特性を見抜いたらすぐその手帳に記録するといいわ。なるほど、情報を制する者が戦いを制する。つまりそういうことですね。その通りよ、よくわかってるじゃない。へえ、いいものもらっちゃったわね。サンキュー、シェラね。ありがたく使わせてもらいます。
よしよっしゃ、気合い入れていこう。そうだね、実践だと思って慎重に行動しよう。エステル、待った。まだ捜索対象を回収してないよ。あそこに回復ポイントが設置されてるみたいだね。 HP や EP が減っていたら戦闘になる前に使っておこう。取られないように気をつけて。分かったわ。魔獣の情報を魔獣手帳に記しておこう。あった、そうだったわね。サラサラサラっと。よし、これで OK ね。
相手によっては武器での攻撃が通用しないこともあるよ。通常攻撃だけじゃなくアーツも使っていこう。エステル、今度はクラフトを使ってみよう。クラフトには攻撃の他にもいろんな効果があるからね。うん、了解。負けられないんだ。まだいたのね。面倒だしパパッと片付けちゃいたいわね。 S クラフトや S ブレイクを使えば大抵の魔獣は一撃だと思うよ。ただ CP が100以上ないと使えないから気をつけて。Thank you.
まだ負けられないんだ。余裕出てきたみたいだね。それなら今度は行動の順番にも気を配ってみよう。いろいろと有利なことがあるよ。
気になるし、中には何が入ってるんだろう。エステル、今回の任務は捜索と回収だよ。対象の調査は任務に入ってなかったと思うけど。もうヨシアって本当お堅いんだから。仕事じゃなく純粋な好奇心の問題よ。ねえ、誰も見てないし、ちょっと開けてもバレないわよね。落第したいんだったら止めないけど。落第？そういう可能性もあるってこと。もしこれが本当の仕事だったら、それは依頼者の持ち物だからね。非合法のものでもない限り、中身を確認する権利はないはずだよ。あ、それはそうかも。どうしても気になるなら、後でシェラさんにお願いしてみれば。さて、それじゃあ帰り道も集中していこう。オッケー。一応規則があるんで、捜索対象を確認させてちょうだい。うん、本物ね。途中で開いた形跡もなしと。あ、危な。やっぱりね。二人ともおめでとう。実技試験は合格よ。あのくらい楽勝よ。で、知らねえ、その小箱には何が入ってるの？それは研修が終わってからのお楽しみ。さあ、おしゃべりはこれくらいにしましょう。まだ研修が終わったわけじゃないんだから。あれ、そうなの？だって試験は合格なんでしょ？最後に報告についての研修が残ってるわ。お疲れのとこ悪いけど、このままギルドに戻るわよ。はあ、まだあるのか。でも仕方ないわ、ここが踏ん張りどころね。そうだね、あとちょっとみたいだし。最後の研修は報告の仕方についてね。どんな仕事でも達成したら必ずギルドに報告しないとダメよ。どう解決したのか、その経過を報告するのもブレーサーの仕事なんだから。報告を受け付けるのは各ギルドの窓口よ。このロレントなら二人もよく知ってるアイナがその担当ね。あ、ちなみに報酬もそこで支払われるから。今後ともよろしくね、お二人さん。じゃ、とにかく自分たちで報告してごらんなさい。ほらほら、さっさと報告してきなさい。実技試験に合格したならもうあとちょっとよ。仕事の達成を報告したいときには報告するを選んでね。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。仕事中の手際によっては報酬が増減することもあるから注意してね。報告をするとミラだけでなく BP というポイントも加算されるわ。
BP はブレイサーポイントの略称で、ブレイサーとしての実績を示すものよ。このポイントが一定値を超えると遊撃士としてのランクが上がり、協会から特別な備品が支給されるわ。準遊撃士のランクは9級から1級までの9段階よ。ぜひ1級目指して頑張ってね。実際に獲得したミラと BP はブレイサー手帳に記録されるから、後で確かめてみなさい。さーて、残るは最後の仕上げね。ようやくギルドの2階に戻れるわ。じゃあまたね、アイナ。忙しいとこごめん。ううん、気にしないで。大事な戦力を育てるためだもの。二人にはバリバリ働いてもらうつもりだし。バリバリ。覚悟しといた方がいいみたいだね。二人ともお疲れ様。これで研修の全課程は終了よ。あとは実際の経験で身につけるようにね。さてと。あ、その箱は。そう、さっきの試験で回収してもらった小箱ね。中に何が入ってるのか随分気になってたみたいだけど。ひょっとしてもう開けていいの？ええ、いいわよ。二人とも中身を確かめてごらんなさい。やった。それでは。このエンブレムは。じゃあこれで僕たちも。エステル・ブライト、ヨシュア・ブライト、本日一号丸々をもって両名を準遊撃士に任命する。以後は遊撃士協会の一員として、人々の暮らしと平和を守るため、そして正義を貫くために働くこと。二人ともおめでとう。これからはお仲間ってわけね。これで晴れて私たちもギルドの一員よ。そうか、僕がブレイサーか。少し不思議な気分だな。もうよしあったら。しんみりしてないで、もっとパーッと喜ばないと。やったー。はしゃぎすぎだよ、エステル。さてと、私はそろそろ失礼するわ。溜まってた仕事を片付けなくちゃいけないしね。そっか、忙しい合間に毎日付き合ってくれてたんだ。シェラネ、ほんとありがとね。お世話になりました。新人を育てるのもブレイサーの義務ってやつよ。私も昔カシウス先生に研修でお世話になったもんだわ。あ、それで父さんのこと先生なんて呼んでるんだっけ。それだけが理由じゃないけどね。あんたたちも早く一人前になって後輩を指導できるようになんなさい。そしてゆくゆくは先生みたいな立派なブレイサーになれるようにね。それじゃ、またね。わからないわね。何がさ。銀線のシェラザードといえば若手ブレイサーの中でも一二を争う凄腕って聞いてるけど、どうして父さんのことをあんなに高く買ってるのかな。娘の私が言うのもなんだけど、しょっちゅう家を留守にしてる不良中年にしか見えないんだけど。不良中年ね。まあエステルから見ればそう見えるのも無理はないけど。え、
いや、なんでもない。さあ、今日は早く家に帰ろう。無事にブレイサーになれたことを父さんに報告しなくちゃ。うん、そうね。おめでとう。二人ともこれで晴れてブレイサーね。これからはビシバシ依頼を出させてもらうわよ。望むところね。よろしくお願いします。そのゲゲってのは。急いでるみたいだけど、どこかに遊びに行くつもり？気をつけないとダメよ。街道には魔獣もいるんだからね。変だ、うっさいな。男のやることに女が口を出さないでくんない？ブレイサーでもないくせにさ。ふっふっふん、甘い、甘すぎるわよ、ルック。パーゼル農園のミルクより甘いわ。まさかつい先ほどをもちまして、私、遊撃士資格を得ましたの。正真正銘、本物のブレイサー。見習いみたいなもんだから、言われるような立場じゃないけどね。そこ、水をささないの。わあ、すごいすごい。お姉ちゃんたち、やったね。ああ、パッドはいい子ね。粉まいきな悪ガキや、ひねくれたお兄さんと違って。そんな、俺の方が先にブレイサーになるはずだったのに。ヨシア兄ちゃんならともかく、エステルなんかに先を越されるなんて。何よ、そのなんかってのは。だいたいね、16歳以上じゃないとブレイサーにはなれないんだから。教会の日曜学校に通ってるお子ちゃまには無理なんだからね。大人げないな。本気で張り合ってるし。くそー、覚えてろよ。俺も秘密基地で特訓して、すぐにブレイサーになってやる。パッド、行こうぜ。うん。お姉ちゃんたち、またね。まったくルックったら、すぐ突っかかってくるんだから。私、嫌われてるのかな。いや、むしろ逆だと思うけど。逆？ま、男の子ってことさ。それにしても、秘密基地か。ちょっと気になるな。なんかそそられる響きよね。幼い頃のピュアなハートを揺さぶられるっていうか。いや、気になるっていうのはそういう意味じゃないんだけど。
エステルとヨシアか。いらっしゃい。無事ブレイサーになれたかい？任せて。今日から私のことはハイパーブレイサーエステルとでも呼んでもらおうかしら。ところでリノンさん、リベール通信入荷してますか？おお、昼過ぎに入ってきたよ。爽やかに無視しないでよ。まあいいや、一冊もらおっかな。毎度、100ミラいただくよ。うちの父さん、いつもこの雑誌買ってるけど、これ、そんなに売れてるんだ。腕のいい記者とカメラマンがスクープをものにしてるらしくてね。あと、女王生誕祭に関連した連載記事が当たってるらしいよ。ああ、そうそう、これは僕からのお祝いの品と言ってもただで仕入れた試供品なんだけどね。え、何これ？レシピというと料理のですか？魔獣と戦って傷ついた時なんかにいつも薬を使うとミラがかかるだろう。その点、料理だったら食材さえあれば基本的にタダなんだ。新しい料理を食べたらその手帳にレシピを書き込んでいって、どんどん料理を覚えていくといい。じゃあちょっと試してみようか。エステル、このクッキーを食べてみて。それじゃ遠慮なく。とまあこんな具合だよ。料理は食べて覚えるのが基本さ。見たことのない料理はとりあえず食べてみた方がいいよ。なるほど、これは便利そうですね。料理は嫌いじゃないけど、なかなかうまくならないのよね。でも、なんとかレパートリー増やして父さんをうならせてやりたいかも。そうそう、その息だよ。ちなみに食材のご用は、リノン総合商店はよろしく。さすがはリノンさん、商売が上手ね。ありがたくいただいておきます。
Thank you.
ところで見つけたわ。あれ、アイナさん？どうしたんですか？やけに慌ててますけど。少し面倒なことになったの。今日はカシウスさん、自宅にいらっしゃるのかしら？うん、家で書類の整理をするとか言ってたけど。ねえ、何かあったの？ルックとパッド知ってるわよね。もちろん、さっき会ったばかりだし。彼らがどうかしたんですか？それが、ユニちゃんが教えてくれたんだけど、二人して北の郊外にある翡翠の塔に行ったらしいのよ。翡翠の塔？あそこ、確か魔獣の住処になっていなかったっけ？その可能性が高いわ。シェラザードも出かけてるから、カシウスさんに保護を頼みたいの。何言ってんの、アイナさん。今すぐ追いかけなくちゃ。私たちが連れ戻してくるよ。でもね、あなたたちは資格を取ったばかりだし。アイナさん、ここはエステルが正しいと思います。急げば塔に着く前に追いつけるかもしれません。わかったわ。責任は私が持ちます。遊撃士協会からの緊急要請よ。一刻も早く子供たちの安全を確保して。了解。わかりました。翡翠の塔は丸賀山道の途中を西に折れた先にあるわ。丸賀山道は町の北口方面よ。私はギルドで待機しています。何かあったら連絡してちょうだい。早速の初仕事ね。よっしゃ、急ぎましょう。あ、